はい、皆さんこんにちは、サントリーフラワーズの尾形です。はい、私がハイポネックスの白木と申します。もうコロナ禍で結構おうち時間増えた方多いと思うんですけれども、ね、うん、やっぱり家でやるってなったらガーデニング皆さんにやってもらいたいなと思ってまして、はい、まあ、初心者の方にも分かりやすく、そうですね、でポイントを抑えながら、うん、今日はお話をしていきたいなと思います。そうですね、で、はい、私は、まあ、花苗中心にお話しして、まあ、肥料に詳しい、そうですね、私は、はい、肥料の方をちょっと中心に、はいはい、お話しさせていただければと思いますのでね、はいはい、まあ、皆さんの園芸ライフがね、うん、豊かになるような情報を発信できればなと思っておりますので、うん、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。でこれ全部で6回そうです、ね、放送がありますので、うん、はい、次回がまあ4月ぐらいですかね、4月1日です、ね、1日ですかね、はい、にありますの で, で今日植えた苗とかも、はい、まあ、次回と、紹介していきますので、一緒に育てる感覚で見てもらえたらいいかなと思います。うん、はい、最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で早速今日はですね、花苗の、まあ、植え方というところで、うん、はい、お話をしていきたいと思います。でまずプランターですね、ホームセンターでよく売っているこういうプラスチックの、プランターで十分です。で底のとこがですね、まあ、こうやって穴が開いてるんですけれども、うん、まあ、こういう穴が、多い方が水はけがいいですし、まあ根腐れしにくいですので、はい、なるべくこういう穴が開いているものを選んでもらった方がいいかなと思います。はいはい、普段結構こういうの使われますか？そうですね、私はスリット鉢という鉢を使うことが多くて、スリットというとスリットというとこう鉢の側面のところになんか細長いこう穴が開いているようなもの、はい、これすごいなんかね、初心者の方も使いやすくて、なんか水はけもよく管理がしやすい鉢になりますので、まあ、そういったものを私はよく使うことが多いですね。はい、僕は結構素焼き鉢とか使うんですけど、まあそこに穴が1個だけ開いてるようなやつがやっぱ素焼きって多くて、そういうのだとまあ水が抜ける道が少ないので、まあ水はけよく管理するっていうのがポイントになってきますので、まあそういう細かいところも後ほどお話ししていきたいなと思います。今日はサフィニアというものを植え付けていきたいなと思います。SNS とかでもなんかサフィニアってすごいなんか載せてなんか愛好家の方すごい多いなっていうイメージが確かに多いですね。はい、私の中ではあるんですけども、はい、まあ、僕もオランダに行った時にハンギング見たんですけども、それ見たらあれこれうちのサフィニアのパープルじゃないかっていうので、ハンギングがもうずらーっと並んでるのを見てすごい感動した記憶があります。やっぱ世界中になんか愛されてる植物お花かなって。そうですね、ぜひ皆さんもはいパープルを中心にですね、他にも桃色ハートとか可愛いものもありますので、柄が綺麗なやつですね、うん、はい、ぜひ好きな苗を選んでいただければいいかなと思います。そうですね、はい、で選ぶ時のポイントなんですけども、まあ、花ついてなくても大丈夫です。緑苗のままでも大丈夫です。で、まあ、こうやってちょっと飛び出るのもあるんですけども、まあ、多少飛び出てるぐらいだったら全然問題ないので、まあ、こういう苗がいいかなと思います。で、あとはですね、まあ、葉っぱが傷んでないかとか、うん、そういうところがポイントになりますし、うん、ちょっと持った時に、根っこがしっかり張ってないとここが結構グラグラしたりするので、まあ、そういうものは避けていただいた方がいいかなと思います。でしっかりしてて、葉っぱのツヤがいいものっていうものを選んでください。じゃあもう早速そうです、ね、植え付けていきましょうか。はい、でさっきも水はけの話ってしたんですけど、はい、鉢底石ってあるじゃないですか。こういう軽いちっちゃい石あるんですけども、うん、僕あんまり普段使わないんですよ。そうですね、私もあんまり使わないことが多い、うん、これって、はい、まあ、水はけを良くするっていうのが、うん、まあ、ポイントなんですけれども、はい、まあ、そこに敷いていただいて、でその上から土を入れるっていうのがポイントなんですけども、まあ、水はけを良くする意味合いなので別になくても植物育ちます。水の管理だとか置き場所、っていうところが、ポイントになってきますので、なくても育てられます。うん、で、まあ、前やって根腐れしちゃって枯れちゃったとか、ね、そういう方結構いらっしゃると思うんですけども、はい、うん、まあ、そういう場合は基本的に水のやり方と、はい、うん、あと風通しだとか、まあ、水の抜け方が悪かった、そうですね、で、まあ、乾きにくい場所っていうのももちろんあると思うので、はい、うん、そういう方は鉢底石を入れて水はけよくやってもらう方がいいかなと。そうですね、はいはい、思います。で今回は、ここの屋上で
育てますので実際に育てますので、はい、後ほどねそうですね、はい、投稿とかでもいろいろ上げてもらいますので、はい、ご覧になれると思いますが、はい、屋上でやりますんで、まあ、水はけもいいだろうといったところで、鉢底石なしでやっていきたいと思います。わかりました。はい、じゃあ早速植え付けの方やっていきましょうか。そうですね、土をやっていきましょう。はい、まあ、店頭とかでよくこの培養土っていうあの文字が書かれたもの、はい、こちらを今回あの使用します。でよく質問で、なんか腐葉土とかだけでも育つんですかみたいな質問とかもあるんですけども、うん、まあ、あの培養土ってあのいろんなさまざまなその土をブレンドして、まあ、植物がより、うん、あの育ちやすいように配合しているものであるので、はいはい、まあ、そういったものをあのホームセンターでとかで、うん、まあね、量販店さんとかあと売り場あの園芸店さんとかですね、そういったところで、はい、お買い求めいただければいいかなと思います。ポイントは培養土って書いてものを選ぶってことですね。そうですね、うん、はい、最初になんか肥料とかって入れたりしますか。そうですね、一応あの元肥を今回はあの入れさせてもらうんですけども、こちら あの弊社の、今年春発売された新商品のプランティア、はい、花と野菜の果実の肥料という、小肥料でして、こちらはですね、あのオールマイティ何でも植物ですね、花でも野菜でも、果実でもこれ何でも使える、肥料になってます。でこれあの追肥とあの元肥あの両方使えますので、はい、今回こちらを元肥としてあの使用させていただきますので、はい、よろしくお願いします。どれぐらい入れたりするんですかね。そうですね、この今回使うのがこちらの8号鉢なんで、だいたい 25g ですね、はい、そちらを入れてあの実際にあの使っていきたいと思います。はい、これぐらいですね。そうですね、これぐらいですね、大体、はい、適当も大事ですね。そう大体、はい、あの多すぎず、はい、少なすぎずという、はいはい、最初に土に混ぜ込んで、そうですね、まあ、土に混ぜ込んでからでもいいですし、うん、あのまあ、半分ぐらいあのポットにあの入れて、うん、あの使っていただいても大丈夫です、はい、こちらせっかくなんで、はいはい、まあ、最初にこれぐらい土入れてあります。そうですね、で実際に入れていきます。はい、で、入れた後はあしっかりと、混ぜ込んで、ください。まあ、固まらない方がいいですよね。そうですね、はい、うん、なのでなるべく、全体に、はい、行き渡るように混ぜ込んであげてください。こんな感じですね。はいはい、じゃあ早速苗の方を植えていきましょうか。そうですね、はい、で、まあ、苗持つ時も結構注意してください。地際とか結構折れやすくなるので、うん、まあ、指でしっかり押さえてあげて取り出してあげるっていうのが、まあ、大事なポイントになってきます。はい、で逆さまにしてこう引っ張ってあげたらすっと取れるので、お、綺麗です。まあ、はい、こうやってやっていただければいいかなと思います。はい、で根が回ってるとかって聞くと思うんですけど、うん、よく言いますね。はい、根が回ってたらほぐしてあげようってよく聞くと思うんですけど、どれぐらいなのっていうのはよく聞かれるので、はい、ちなみに今回のポットはこんな根をしてます。まあ、ちょっと乾いてますけど、あのそんなに回ってはいないです。で、まあ、周りにもちょっと根が見えてて、で新鮮な白いのが下に溜まってるのでそんなに回ってないんで、まあ、このまま植えても大丈夫なんですけども、まあ、もしほぐすとしたらここをちょっと指で軽く優しくですね、こうやって溶いてあげると、まあ、そうすると、こうやって根っこの先端が出てきますので、うん、まあ、こういう風にしてあげてください。であとはですね、ここの地際のところの土なんですけども、ここにあの枯葉とかあの苔とかがたまに生えてたりしますので、うん、まあ、こういうものをしっかりと取ってあげるっていうのが、まあ、最初の植え付ける時のポイントになります。うん、であとはですね、ちょっと傷んだ葉っぱとかあったら、まあ、取ってあげてください。はい、で今回そんなないんですけれども、まあ、ちょっとちぎれちゃったりとかしてるものもあるので、まあ、こういう大きい葉っぱだとかそういうものは、ね、取ってしまいます。で黄色い葉っぱあったらもう全部取ってしまってください。で植え付ける時のポイントなんですけども、高さっていうところをしっかり注意してください。ウォータースペースって言って鉢の大体、まあ、2、3センチぐらいまでは、土を入れてもいいんですけど、それ以上は、空きスペースとして残しておいてください。はいはい、じゃあ土入れていきましょう。そうですね、あの苗の肩ぐらいまでしっかりと、はい、覆うように、はい、入れていきます。うん、で浅いとちょっとここがあの飛び出たりするんですけども、まあ、そうするとそこが乾いてちょっと根っこが傷んだりとかしますので、まあ、同じぐらいの高さまで土を入れてあげるっていうのがポイントになります。
根腐れとか心配だっていう方は、今回この8号サイズでやってるんですけども、6号サイズぐらいの小さい鉢でも大丈夫です。植え付けた後は、水やり、水やり今日一番大事、これ大事です、これポイントですよ ね、 ね、今日この話だけでもいいぐらい、一番大事なところですね、はい、水やりですね、はい、植え付け時ここはぜひ覚えていってほしいなと思います、はいはい。今回水やりを、するにあたって、こちらの弊社の、商品である、リキダスですね、こちらを今回植え付け時に、1000倍に薄めて与えてあげます。根の活着がとても良くなるんで、うんうん、植え付け時に1000倍で薄めてあげるのが、よろしいです、はい。なんでこちらを入れていきます。でこれ大体10リッターぐらいの水が半分ぐらいですね、キャップこれ20ミリリットル入るんですけど、うんうん、半分ぐらいで、はい。でよく聞くのが、たっぷりやってくださいっていうのが、ね、よく聞くんですけども、はい、たっぷりってよくわかんないですよね。 そのたっぷりって、はい、いまいちわかんないですよね、はい。で僕らなりのたっぷりっていうのをちょっと今日お見せします、はい。でまず最初にここの開けてたウォータースペース、まあ、並々ぐらいまでしっかり溜めて水が染み込むのを待ちます、はい。まあ、ちょっと待ちます。で最初の頃土にもよるんですけども、ちょっとは乾いてると、ね、発水したりもしますので、はい、うん、まあ、ここでしっかりお水やっておくっていうのが結構重要なポイントになりますので、ここはしっかりとやってください。そうですね、はい。で本当はですね、こう下から水が出るまでやりたいんですけ ど、なかなか染み込まないですし、はい、時間もありますので、これぐらいたっぷりやってくださいというところで、はいはい、いいかなと思います、はい。もうこの動画よりももっともっと上げていただいても、はいはい、もうじゃーっとやっても溢れるぐらいまで水入れて、ね、はい、で染み込むのを待って下から出てくると。でその後にもう一回やってください、はい。もう一回やることによってちゃんと全体に行き渡りますので、はい、まあ、それで根もしっかりつきますし、まあ、今後育てていく上でも同じような水のやり方をしてもらったらいいかなと思います。結構もう出てきましたね、はい。あ、水が本当ですね、こんな感じで、はい、ね、本当ならあとこれをもう一回もう一回ぐらいやって、はい、やりたいなと思います、はいはい。であと置き場所なんですけども、育てる環境いろいろあると思います、うん。まあ、半日陰でとか、でね、まあ、風通しがちょっと悪くてっていう方、うん、結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、環境に合わせて植物の育て方いろいろ考えてあげたらいいかなと思います。で、まあ、ベランダとかだと下がコンクリートになってて、はい、夏すごく暑くなったり、暑いね、もう照り返しがね、うん、暑いですよね、するっていう方の、ご自宅だと、はい、まあ、こうやって、レンガを下に敷いてですね、はい、高さをつけて通気性を良くしてあげて、地面の熱が伝わりにくいようにするっていうのが、そうですね、はい、まあ、大事になってきます、はい。であとは、まあ、スタンドとかですね、フラワースタンドっていうものも売ってますので、うん、はい、まあ、そういうもので高さをつけてあげることで、そうですね、風通しも良くなりますし、はい、まあ、あと日当たり、まあ、より高いところの方が日が当たりますので、まあ、日当たりを良くするっていう意味でも、はい、まあ、そのスタンドを使っていただくのも、はい、まあ、ありかなと。で植物育てる上で、まあ、正解ってやっぱりなくて、そうですね、やっぱり自分の環境で、どういう環境なのかっていうのをまず知ることが結構大事です、はい。日当たりがいい悪いだとか、はい、風通しがどうとか、はい、そういうことをまず知ってあげてください。でその上で、まあ、こうやって買ってきてあげた子たちを、まあ、どうやって育ててあげたらいいかなって考えながら、うん、まあ、育ててあげるのが、まあ、一番楽しむ上でも必要ですし、ぜひそうやってもらいたいなと思います、はい。せっかくなんで、ね、やっぱり楽しんで育てて、そうですね、はい、あげた方が、ね、植物もこう、ね、うん、はい、愛情こもった感じで育つと思いますのでね、はい、もう絶対応えてくれますので、そうですね、はい、ぜひ一緒に満開を楽しんでいきたいなと思いますので、はい、はい。植え付けは以上なので、あと、ね、はい、質問の方を受けていきましょうか、はい。質問がもしかしたら、はいはい、来てる、スコップ使っていい、大丈夫です、はい、もちろん、はい、はい、僕とかはもうスコップ使わずに手でガッサガッサやったりするんですけども、はい、まあ、手も汚れますので、はい、スコップ使っていただいてもいいです。で寄せ植えとかやられる方は、まあ、特に細かく土を入れないといけないっていうことがありますので、まあ、細めのスコップだとかそういうものを使ってもらったらいいかなと思います、はいはい。あ、浅鉢でも大丈夫ですか。あ、ありますね、これ、はい、浅鉢っていうのは高さが
小さいってことですかね。そう、低いって感じですかね、うん、まあ浅鉢使っていただいても、大丈夫です。まあ、ただその時に土の量が少なかったりすると思うので、まあ、鉢底石をちょっとやめたりだとか、まあ、なるべく土を入れてあげて植えてあげるっていう方が、いいかなと思います、はい、で深くなくても十分育てられますし、はい、まあ、乾きやすいので根腐れもしにくいっていうのが、まあ、ポイントになってくるかなと思います、はいはい、お花を長く咲かせて楽しむコツはありますか、はい、もう話しきれないほどあるんですが、はい、まあ、まず肥料ね。そうですね、肥料を切らさないっていうのは大事ですよね、はい、そうですね、今回も肥料元肥入れましたけど、うん、やっぱりあの土の養分だけじゃねどうしても補えないね、うん、栄養分とかありますので、うん、はい、やっぱり最初に元肥を一回入れていただくというのが、うん、はい、大事かなと思います ね、 そうですね、はい、ここは次回お話ししようと思いますが、はいはい、ピンチをして枝数を増やすっていうのも、まあ、大事なポイントになってきますし、花柄を取ったりだとか、まあ、日々のメンテナンスっていうところは結構大事なポイントがありますので、まあ、そこら辺に関してはまた追って、ご説明させてもらえたらいいかなと思います、はいはい、サフィニアを育てるコツはってやっぱまさにこの、まさにこの企画ですね、そうですね、はい、全6回全6回全てを、はい、ご視聴ください、はい、見ていただければ、はいはい、サフィニアの育て方がねマスターできるかと思いますのでね、うんうん、はいはい、次回は、4月の1日ですねの木曜日12同じ時間ですね、うん、12時半から今度はですね肥料の秘密というところ、あと土ですね、気になりますね、そうですね、そういったところをちょっと詳しく、はい、話していきたいと思っておりますのでね、はい、皆様、はい、次回もご視聴の方、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、じゃあまた次回、また次回。